二千二十一年一月三十日土曜日。夜も更けてまいりました。三国演義第六十九回。収益を牧して甘露器を知り。甘露器を歌んとして。ごし節に死す。さて。その日曹操は。 真っ黒な風の中からむくろたちが立ち上がったのを見てその場に混虫したが風はたちまち収まりばねはかき消えたように見えなくなった左右の者が曹操を助けて王宮に帰ったが彼は驚きのあまりそのまま病の床についた後の人が佐治をたたえた詩に「妃婦 雲を渡りて九州にあまねく一人頓江に寄りて自ら豪遊す当館に新鮮の術をせ施設し相漫を天を仙とすれど転倒せず <noise> 曹操は病に倒れた後、薬を飲んでも一向にその効き目がなかったかかる時に太子の定つまり太子令の続館 虚子が巨匠より思向したので曹操が駅を牧させたところ彼が言うのに「大王には甘路という占いの名手のことをお聞きお呼びにはございませぬか?」お。おおそれならかねてより耳にしておるが実のところはよう知らぬ詳しく申してみよ。曹操に尋ねられて虚子は語り出した。 「菅路はあざなを孔明といい平原の人である要望は醜く酒を好み気候が多い父親はかって牢屋郡即急の県令を務めたことがある菅路は幼少より星を眺めるのを好み世も眠らぬことがあって両親もそれを止めることができなかった」。常々 鳥やくぐいすら時を知っておるのに、人間でありながらそれを知らずに折れようか」と言い近隣の子供たちと遊ぶ時にも地面に天照の図を描き実月精神を書き入れたやや上手に及んでは収益に通行しよく風格風格というのは風向きによって吉凶を占う術です。風格を見 人の寿命を当てることは神のごとくさらに人相の術にもたけるに至った牢屋の大主禅子春がその名声を聞いて召し出したことがあるこの時丹子春はいずれ劣らぬ能弁の死、100名余りを左右にはべらせていたが甘露は恐れる色もなく言った。 私は年がゆかず胆力もまだできておりませぬゆえまず美酒を三杯ほどご馳走いただきと存じます頂戴いたした上でお話しいたします <laughs> 前思春は面白いことを言うやつと三杯の酒を与えた禅ですね胆じゃなくて禅飲み終わって彼は言った これより私の相手をなされるのは、ふくんのおそばに控えておいでの方々にございますか。いや、わしが相手しようぞ、とこれより全思春は彼と益の理論を語り合ったが、そのとうとうたる弁舌はいちいち信号に触れ、思春が次々に論難するのに、縦板に水と答え、朝から日の暮れるまでついに、 主職のいとまもなかった後にその地の各音というもの兄弟三人が共に足えになりごめんなさいえーっともといついに主職のいとまもなかった思春をはじめ幕僚一同はただただ感服し以来天賀に神道の名を歌われるようになった 後にその地のオ音という者兄弟が3人共に足いとなり彼を招いて占いを頼んだことがあるすると彼が言った「家によればお宅の墓に女の暴魂があるあなたの叔母にあたるはず」先に飢饉があった時数升の米を浮かそうとしてそのものを 井戸に突き落とし大きな石で頭を砕いたことがあるでござりましょうその者の暴梱が苦しんで天に訴えたためあなた方兄弟に報いが現れたもので払うことはできませぬ各恩は泣いてその罪を認めたという安平の大使王妃は彼の声明を聞き伝えて館に招いた 本番は、は今日は三国志を読んでいます。たまたま道,の道軍の信徒の兼霊の妻が日頃から頭痛に悩み子が共通に悩んでいたので彼を招いて占ってもらったところ「この建物の西の隅に2つのかばねがございます。 一人の男は矛を持ち、もう一人の男は弓矢を持って、頭を壁の中に入れ、足を外に出しておりまする。この矛を持った者が頭を刺すゆえ、頭痛が起こり、弓矢を持った者が胸や腹を刺しているがゆえに、胸が痛むのでございます。というので、掘らせてみると、八尺掘り下げたところから、果たして、二つのひつぎが現れた。 一つの棺には鉾があり、一つの棺には角球え、つまり獣の角で飾った弓と矢が入っていて、木はすべて腐っていた。甘露はその骨を城外十里のところに移させたが、妻とこの病気はピタリと収まった。関東の県令、諸葛源が信仰の大使となって赴任することとなり、 観露が挨拶に行ったときのこと。幕僚の一人が彼が投資を良くする胸を厳情した。諸葛言はそれを信ぜず、密かにツバメの卵、蜂の巣、蜘蛛の,の三品を三つの箱の中に入れ彼にうな占わせてみた。毛が出るや、彼はそれぞれの箱の上に四句の言葉を書いたが、 第一の箱には「気を含みて変を待ち軒下による私有の形をもって右翼を述べはるこれ燕の卵なり」とあり第二の箱には「家室坂島にかかりて門戸を押し生を増し毒を育みて秋を得てすなわちかすこれ蜂の巣なり」とあり 第三の箱には「長き足を震わせ糸を吐きて網をなす」「網を尋ねて職を求むるに利は暗き世にありこれ雲なり」とあったので一座の者は驚嘆したというまた土地の老女が牛を失い彼に占いを頼んだことがある彼は北の谷間の水辺で7人の者が潰している。 急いで尋ねあてればもも肉もあると判じた。老女が探しに行ったところ弦にたわず7人の男が防億の裏で料理しており皮も肉もそっくり残っていた老女の訴えでその軍の大手竜浜が彼らを捕らえたがその後、お前はどうしてこれを知ったのじゃ?」と老女に尋ね山鳥の羽毛を箱の中に隠しておいて 占わせた。<laughs> もうい。老女に尋ね老女は甘露の神のような占いを申し立てた竜浜はそれを信じかね甘露を館に招くと陰謀と山鳥の羽毛を箱の中に隠しておいて占わせたすると彼が「一つはうん内は宝径外は円形、五色綾をなす」。 宝を含み神を守り言い出せばすなわち小ありこれ陰能なり一つは岩尾に鳥あり錦の体主の衣も右翼は黒と木泣きて朝を失わずこれ山鳥の羽毛なりと占ったので大いに驚き賓客として館にとどめたある日 城外に散策に出た彼は、一人の若者が他を耕しているのを見かけ、しばし道端に佇んでじっと見つめていたが、ややって尋ねた。お前は何というせいで今年いくつになるんじゃ。はい、姓いは長、縄がんと言います。十九歳になります。先生はどなた様にござりますか。おわしはな、甘露というものだが、 お前の眉間には四季が現れているゆえ三日のうちに必ず死ぬであろうなかなかよい顔立ちをしておるのに気の毒なことじゃ腸がんは家へはせ戻ってこのよしを父親に告げた父親はこれを聞き甘露に追いすがり地面に泣き伏して頼んだ何とぞ何とぞ息子の命をお助けくだされませうん これは天命だからどうすることもできぬ私めはこの年になるまで子どもとしてこの子しかおりませぬ何とぞ何とぞお助けくだされませ腸がんも泣き泣き頼んだ甘露は親子の切なる頼みに腸がんに言ったうん。 お前はよく済ました酒一亀と鹿の保持し一辺を持って明日南の山の大木の下に行くとよいぞそこの大きな平らな石の上で二人の人がゴー打っておる一人は南向きに座り白い滴たたれを着ており大変に醜い一人は北向きに座り 赤ほう上着をひたたれを着ており大変に美しいお前はその2人が後に夢中になる時を見計らい酒とほじしを手元に差し出すのじゃすっかり飲み食いしてしまったら寿命を延ばしてくれるようよくよく頼み込むとよいぞ必ず延ばしてもらえるであろうだがきっと足が教えたとはモスではないぞ。 老人は彼を家に引きとどめたあくる日長がは酒と保持し盃や酒を携えて南の山に登ったおよそ五六里も行くと果たして二人の人が大きな松の木の下の平らな石の上でゴー打っていて彼が近づいても見向きもしない長ががひざまずいて酒と保持しを進めると 二人は五にを取られて知らぬ間に酒を飲み尽くしてしまった長がんが地面に泣き伏して延命を頼むと二人は痛く驚いた「さては貫氏が言ったのじゃな」ともあれわしらは賄いを受けてしもうたのじゃから何とかしてやらねばなるまいてと赤いひたたれの人が言った白いひたたれの人が手元から 帳簿を取り上げて食っていたが長官に言った「うんお前今年19歳で死ぬことになっておる。わしが10の上に9という字を書き添えてやるからお前の寿命は99歳までと心得よ。かえって甘露にあったらようしておけ。二度と天気を漏らしてはならぬ。さもなくば。 必ず天罰を被るであろうとな赤いひたたれの人が筆を取って書き添えると見る間に一陣のかぐわしい風が吹きすぎ2人は庭の白い鶴となり空のかなたに消え失せた腸がんが立ち返って甘露に尋ねると赤い方を着たのはなんとで 白いひたたれを着たのが北斗じゃ。北斗は九世と聞いておりますがなぜお一人だったのでございましょうか。三ずれば9となり合スすれば1となるのだ。北斗は死をつかさどり何とは生をつかさどる。寿命を加えてもろうた上はもう心配することはないぞ。 親子はひれ伏して恩を射したがこれ以来彼は天気を漏らすのを恐れ軽々しく人のために占うのを控えているというこの人がただいま平家におりまするゆえ大王にも吉凶をお知りになりたくばお召しになるのがよろしいと存じまするが早々大いに喜び たちにに人をを平原にやって路を召し官路が到着して目通りすると曹操は佐治のことを占うよう命じたが彼に「これは現実に過ぎませぬご心配には及び及びます前に」と言われ心中の不安も収まりそれより次第にそれより次第に状態に戻った。 曹操が次に天下のことを占うよう命じたところ甘露は「三八に称号して校長虎に会い帝軍の南一行傷つきおる」と占ったまた天使の位について占うよう命ずると「四死宮中もって真意を休んじ王道一心して子孫極めてたっとし」と占った。 その意味はと尋ねると「点数は限りなくあらかじめ知ることはできませぬいずれ現れるでござりましょう」曹操は彼を大使、えー、大使、つまり大使令にこれ大理になってますけどちょっと5時かと思います。大使令に報じようとしたが彼は言った。 それがしには短命の層がありさようなお役目につく柄ではござりませぬゆえお受けできかねます。その訳を問うとそれがしの額には手骨がなく手骨とこれ書いてますけどおそらく生骨生きる骨と書く生骨のが,が正しいかと思います。骨がなく、 目には主性なく鼻には寮中なく足には天骨なく背には三甲なく腹には三人がござりませねば泰山にあって暴懇を収めることはできましょうが生きた人を治めることはできかねまするうーんわしの僧はどうじゃ暗い人心を極められておりまするにこの上そのようはござりますまい」。曹操は再三尋ねたが。 かかは笑うばかりでたえなかったさらに文武百官の層をいちいち見させたところ「皆様いずれも知性の名神にございます」と言いその吉祥を尋ねてもはっきり言おうとしなかった後の人がたたえた詩にも「平原が親睦漢孔明よく南心北斗星をさんず」。 八家の幽霊は帰境に通じ立候の元号は天帝を極むあらかじめ双方をもて呪なかるべきを知り自ら信玄に極めて霊あるを悟る惜しむべし当年が棋位の術後の人また異教の授けられるなきよう 曹操が東郷と聖職の2箇所を占うよう命じたところ甘露は毛を立てていった「東郷の主は大将を一人亡くし聖職よりは軍勢が御領分を犯すでござりましょう」曹操は疑っていたがところへ合肥より「東郷の立候を守る大将老縮が見まかりました」と中心があり曹操が大いに驚いて 直ちに関中へ人をやり様子を探らせたところ気ぃならずして劉玄徳が花弁に張飛馬超の軍勢をいだし艦に寄せかかるとの中心が来た激怒した早々自ら大軍を率いて寛中に攻め入ろうとし寛路に前途を占わせたすると彼は「大王は御台に動かれるのはよろしゅうござりませぬ来春」。 巨頭に火災が起こりましょうう。ぞ、と言う曹操は彼の言葉がこれまで全て正しかったことを思い動くのを慎んで行軍に踏みとどまることにし走行に兵5万を与え当選を守る河口園長江の火星に赴かせまた河口吐には兵3万を率いて京都の見回りにあたらせ不慮の災害に備えさせるとともに長子王室に このの絵軍勢を統率させることとした主母芝居が「王室は酒を好みし, <laughs> 王室は酒を好みしまりのない者ゆえその人ではないと存じまするが」と言ったが曹操は「王室は」 わしが苦境にあった時からしつき従っていたもので中勤に励み心は鉄石のごとき男ゆえまさにうってつけじゃ」と言って王室にこの絵の軍勢を統率させ京都の東門街に駐屯するよう命じたここに一人清は公名は木あざなき公という落葉の人があった。 元上将府の縁つまり俗官を務め後に次中将府に移った人で試職の伊公と至極親しくしていたが早々が大いに進み出入りに天使の儀仗を持ちうるというありさまを見て心中痛く不平に思っていた建安23年西暦でいうと218年春正月後期は伊公と蜜着を凝らした。 曹操の悪行は日増しに募りおる。先々必ずいや三脱のことに及ぶであろう。我らは艦長に仕える身、あのような悪人腹に加担はできぬ。うん、わしに心を打ち割った仲間がある。姓は金なわき、官の大臣金日程の抜損で、金がね曹操を亡き者にせんとの心を持っておる者じゃ。 それに王室と実婚にしておるからもし仲間に加えることができれば成功子は疑いないうーんじゃが王室と親交があるようではとても同意しまいがともかく話に行ってみて様子を見ようではないかかくて2人は連れ立って金位の家を訪れた。 近畿の家を訪れた近畿が奥まった一室に迎え入れ座が定まると伊公が言った徳井殿えー、ちゃうちゃう徳井殿が王朝氏とご実行の間からゆえ我ら両名お願い事があって三女を捕まつったなんでござるかな 願い事とは。聞くところによれば義王には早晩天使の御位を譲られ御即位遊ばされるとかその上は紀念も王朝志もご栄心疑いござるまいその説には何とぞ我らのよしみに免じてお引き立てのほどお願いいたす恩に来ますぞ。聞くなり近畿は袖を張ろうて立ち上がり ちょうど従者が持ってきた茶を取り上げるなりパッと地面へ振りまいた「<laughs> これは突起の、なんという薄情な」と以向が驚いたふりをすると「わしが聞こうと親しゅしておったのは貴公らが官長の進化の抜損であったればこそだ。 ところが今になってその恩を忘れ無本人に心を寄せるとは何事じゃそんな男とは付き合いできぬしかしこれも点数とあらば致し方ござ,ござるまいが」と紘輝が言うとキンキンますますいかった。 二人は彼の忠義の心を見抜いたので本心を打ち明けた実はな我らも国賊を討とうと思い貴公を誘いに参ったのじゃ今の言葉は貴公の心を知ろうとして申したまでじゃそれがしも代々 官庁の恩を受けてきたもの国賊に仕える気などもとうござらぬ。してお主たちの官室を救う手立ては王国の心ばかりはありながらまだどうしてやつを討つか考えておらぬ次第じゃ。と以降が言うとそれがしの考えではのう。 内と外とで同時に事を挙げ王室を殺し平権を奪って天使をお助けした上竜皇祝に攻め上っていただけば曹操目を滅ぼすことができるでござろう。二人はこれを聞き手をたたいて同意した「それ某にはのう腹心の者が二人おるがいずれも曹操に父親を殺されたものじゃ。 今城外に住んでおるゆえ力と頼もうぞ後期がその生命を問うと「大尉吉平の子で長男は名を棋牧あざな文前次男は名を棋牧あざな自然というもの。曹操が先に当初の遺体の尊の,の事件で父親を殺した時二人は御国に逃れて難を逃れたの <coughs> んを免れたのだがこのほどひそかに京都に戻って参ったものじゃ手助けを頼めば承知せぬはずはない後期以降が大いに喜んだので金岐はすぐさま人をやってひそかに2人を呼んだ間もなく2人がやって来たので金岐がこのことをつぶさに打ち明けると2人は感激の涙に暮れ天にも届く怒りを込めて 国をを殺すことを誓った「さらば正月15日の夜は城内くまなく10日をともして減少の祝いをする」「宝勝負と飯子直はそれぞれ家の子老頭を引き伏して王室の陣屋へ押しかけ陣中に火の手の上がるのを合図に二手に分かれて切り入ってくだされい」。 王室をしとめた上それがしと共に参代し天使にご放浪まで失業を願って百官にじきじき国賊討伐のお言葉を賜っていただこう吉文前たちは場外より切り入り火の手を合図に叫び回って領民たちに「国賊を討てえ」と叫ばせ「城内の援軍を食い止めよ天使の,御事のりがおり軍勢が降参したなら 直ちに行軍へ押し出して曹操を手取りとし急ぎ直使を出して竜皇宿をお招きしようではここで当日の二項を虚構の国言として決めておこう東照殿の二の舞は踏む舞ぞ五人は天に近い気をすすり合って誓いの印として家へ戻り 軍勢物の具を取りそろえて当日に備えたのであるさて後期以降の二人の家にはそれぞれ下僕3400がおり武具の用意も整った吉幕兄弟も同じく3400人を集め狩猟に出ると言い立てて支度を整えた近畿はも前もって王室の前にまかり出ていった。 闘魂天下要約を定まり「義王のご威勢は天下に鳴り響いております」かかる時に現象のめでたき日を迎えるのでござりまするからともし火をともしてこの太平の実を祝わねばなりますまい。王室はもっともと城内の住民に色とりどりの灯籠を出して仮説を祝うように触れた正月15日の夜ともなれば。 空晴れ渡り星と月と輝き交わし巷には灯籠が駆け連ねられて剣を競いまことに夜を昼としての賑やかさ王室は近衛の,の大将たちと陣屋で主演を開いていたが日光が過ぎた時日光というのは大体午後10時ぐらい突然陣屋に歓声が湧き 慌てて幕中より出て眺めれば一面火の海ところへまたも天にこだまする時の声にさては陣中に謀反が起こったかと急いで馬にまたがって難問をいでたところ後悔にぶつかり腕の付け根に矢を突き立てられ危うく落馬しそうになったが西門目指して逃げた。 後ろには追手が迫る。王室は慌てて馬を捨て歩いて近畿の家に着くと「どんどん」と門をたたいたもともと近畿は配下の者に陣営に火をかけさせておいて自ら家の子郎党を率いて火星に出ていたので家には女しか残っていなかった。 この時家の者たちは王室が門をたたく音を聞き近畿が戻ったものと思い妻が門の中から訪ねた王室のやつを殺しましたか王室は仰天初めて近畿も一味であったのを知り早急の家へ駆けつけると近畿後期らが謀反をたくらんだよしを知らせた早急は急いで甲冑をつけ 馬に飛び乗って千四人を引き城内を沈めに出たしかし早くも城内各所に火の手が上がりご放浪は焼け落ちて帝は宮中深く難を避けられ曹操の腹心の者たちが急紋を死守している城内は「曹操一味を殺し尽くし観光室をお助けせん」との叫び声にあふれている。 時にトンは曹操の命を受けて巨匠の巡警にあたり3万の軍勢を率いて場外五里のところに宿営していたがこの世城中に火の手が上がったのを望んで大軍を率いてはせつけ巨塔を取り囲むとともに一手の軍勢を入城させ早急に火勢させたかくて世の引き明けまでもみ合ったが後期以降らには火星もなく 近畿とバク兄弟が殺されたとの知らせがあったので結露を開いて縄文へ切って出たところ下降豚の大軍に押し包まれて生け捕りとなり配下の100名余りは一人残らず殺された下降豚が入城して火事を消し止め5人の一族をことごとく捕らえてこの世し早,早々に急褒すれば 曹操は皇位両名と五人の一族をすべて位置に引き出して打ち首とし朝廷にあった百官は上下を問わず行軍に護送して沙汰を待つよう命じた夏侯惇が皇旗以降の二人を位置に引っ立てて行くと皇旗は大声を上げて「そう甘んめえ生きて貴様を殺すことはできなんだが」。 死んで秋となって取り殺してやるぞ!」と罵り首切り人がその口をえぐるとあたり一面血の海としながらも激しく罵りつけて死んだ以降は額を地面に叩きつけ「無念無念じゃ!」と言いながら歯を噛み砕いて死んだ後の人が彼らを讃えた死に が,成中がけんおのおの空手を持ちて天をたすんと発せしに誰か知らん漢の祖愛引いて月恨み胸を満たして九泉に滅びんとは <noise> 下降豚は五人の一族のものを残らず打ち首としたあと百貫を護送して行軍に赴いた。 曹操は馬場の左側に赤旗右側に白旗を立てて命令した「黄旗コ,コーラが謀反して京都に火を放った時その方たちも火を消し止めに出た者も,もあれば門を閉ざして出なかった者も,もあるであろう火を消しに出た者は赤旗のもと出なかった者は白旗のもとに立て」。 役人たちは火を消し止めに出た者はとがめられぬと思ったので多くが赤旗のもとに行き白旗のもとに立った者はわずか3分の1しかいなかったすると曹操は赤旗のもとに立った者を捕らえさせた彼らが口々に無実を訴えると「貴様らあり手に言えば火を消そうとしたのではなく」 賊の手助けをしようとしたのであろうがあと彼らを生姜のほとりに引き出して首をはねさせたが殺さ,せた殺された者は300人余りに上った白旗のもとに立った者には引き出物を与え再び巨都へ戻らせた時に王室は焼津から破傷風を起こして死に曹操は熱く葬るよう命じた。 近くて早急にこの絵の軍勢の統率を命じ商用を荘国課金を漁師大夫とし甲の尺六等十八級官中甲の尺十七級を定めて金印支寿を与えることとしまた官大甲官外甲十六級を置いて銀印紀中墨樹とし五大夫十五級を置いて動員官中墨樹とした。 それぞれ釈位を定め官に報じ朝廷でも一部の人員を入れ替えた曹操はこの時になって初めて艦炉が火災のことを言った意味を悟り重い恩賞を与えようとしたが彼は受けなかったさて曹操は軍勢を率いて関中に到着するや 加工園に要害の地を固めさせ自ら軍勢を進めた時に長飛は雷同と共に派生を固め馬長が花弁に入れラ蘭を先方に立てて物見に出したところ総公の軍勢とぶつかった五蘭が兵を引こうとすると武将の仁旗が「賊が遠路寄せて参ったところその出花をくじきもせず帰っては孟樹殿に合わす顔がござりますまい」。 と言っってて馬をを踊らせ槍をしごいて倉庫に立ち向かった。走行は自ら薙刀を引っさげ馬を踊らせて打って出たがたった三号で仁樹を切り落とし勢いに乗って押し出したので五覧は散々に撃たれ馬長のもとに逃げ帰った「なぜわしの言うことを聞かず敵を軽んじたのじゃ」はい仁樹がそれがしの言を聞かなかったため。 破れたのでございます。陣をよく固めておれ決して戦うではないぞ。と言って馬長は生徒へこのよしを知らせ命令の来るのを待った宗行は馬長が一家な出てこないのでたくらみもでもあるのではないかと思い陣払いして南廷に帰ると長公がまかり出てまかり出て聞いた。 せっかく敵将を討ち取られたのになぜ陣払いなどなさったのでござりまするかうん番長馬長が出てこぬので何やらたくらむものと見たからじゃそれで行軍で占いの名人甘露がこの地で大将が一人死ぬと言うておったそれも気にかかったので進むのを控えたのじゃ長公はカラカラと笑った。 将軍半生を戦場に送られながらなお駅舎の言うことなぞにお惑いでございますかそれがし被災ながら手勢を持って派生を攻め取ってご覧に入れまするもし派生を握れば将軍なんぞ雲なく取れましょうぞ派生を守るのは長飛じゃ。 なかなかの業のものゆえうかつにはかかれまいぞ何が長秘ごときそれがしよりすれば小アッパ同然必ず手取りとしてまいりまするわじゃがもし手違いでもあらばどういたすいかようなお仕置きにも甘んじまするかくてこうは制止を欠か,かせ長公は兵を進める まさにおごって勝った試しなく敵を軽んじて成功の試しなしというところさてこの勝負どうなるかそれは次回で <noise> 以上第69回「収益を牧して菅路木を知り菅族を歌丹として五神節にしす」終わる。